しくお願いいたします。お待たせいたしました。お集まりいただきありがとうございます。ただいまから定例の知事記者会見を行います。本日の発表事項は令和6年度の始まりにおいてです。それでは長崎知事から発表いたします。本年度もよろしくお願いをいたします。新しい年度が始まりまして、コロナ明けのですね、初めての年度と新年度と、いうことになりますので、少し気合を入れて、さらに気合を入れてですやっていきたいと思います。先ほど町議、および、その後の、県庁職員の皆さんに対してですね、これまで、コロナ禍においても山梨県政一貫して、前進をし続けてきていたと、その中で、さまざま施策の種というものは、まいて、そういう蓄積があるわけですが、その蓄積の上にです、さらなる挑戦を、貪欲にしていきましょうと、こういうお話をさせていただきました。またその際に、これは繰り返し言っておりますが、集合地の活用と、いうものを念頭に、大変重視をして、行っていきたい。またその集合地の活用にあたっては、正義なき議論というものが重要であって、あらゆる行政領域を対象に、正義なき議論を、していきたいと、考えています。こういう旨をお話をさせていただいたところであります。またこういうものを踏まえまして、本年度の、施策の方向性についてお話をしたいと思いますが、テーマごとに、分けてお話をしたいと思います。まず、主だったものといたしまして、まず、防災減災に関してですが、能登半島沖地震、大変大きな教訓を私たちに突きつけたものであります。これを踏まえまして、まずは災害の初動対応の充実を図ってまいりたいと思います。人工衛星を活用した、なども活用いたしまして、迅速な被害状況、被害情報の収集体制を確立いたしていきたいと思います。また、災害物資の確保につきましても、必要な見直しを行っていきたいと思います。住宅の耐震化に関しましては、啓発を強化すると同時に、補助制度を拡充したいと思います。これら、施策の、進行状況を見ながらですね、この住宅 の耐震改修についてはさら、なる、手が、必要であれば、それはしっかりと、講じてまいりたいと、思います。富士山火山防災に関しましては、デジタルデータあるいは AI を活用いたしました、避難誘導アプリの開発など円滑な避難誘導に向けた情報通信体制を整備してまいりたいと思います。また富士山県 ですが、この機能に関しましても、しっかり拡充を図る方向で、検討を進め、また、その機能を発揮できる、体制というかですね、環境の整備、もしっかり進めていきたいと思います。後ほどすみません、それと合わせまして、本日4月にですね、その国の方でも体制整備が行われますので、今後ですね、その火山研究者あるいは火山防災に関する、人材をですね、いかに蓄積させるか、これは国もいよいよ本腰を入れ出してくれるわけですので、我々山梨県もですね、それに応えてしっかりと対応してまいりたいと思います。そうした意味で、よりその火山を学んだ人たちが活躍できるフィールドを広げていきたいということで、これまで富士山県で蓄積されたさまざまなノウハウをですね、今度はそのビジネス界にも産業化できないだろうか、ビジネス化できないだろうか、そうする中でです、働く場というものの層の厚みも増やしていきたいと考えている次第であります。こんなような工夫をですね、少し議論をしていきたいなと思います。それから、公共事業に関しましては引き続き、事業力をしっかりと確保をして、特にその自然災害、から、に対するその強靭化を図るインフラ整備に重点を置いていきたいと思っています。次に地域経済に関してですが、まずはその働く人の賃金アップに対して、これまで以上に力を入れていきたいと思います。スリーアップ運動、おかげさまで多くの企業に参加していただいておりますが、さらにその参加企業の拡大を図りです。
そして実際に賃金アップになるようにつなげていきたいと思います。まあ、私ども県としましてもそのまさにそのスキルアップ、収益アップ、賃金アップのうちの一番最初のこのスキルアップの部分、ここにですねしっかりと企業、まあ、県内企業、そして働く人が取り組めるように、キャリアアップユニバーシティ、今もうすでに稼働をさせておりますが、これをさらに充実強化をさせていきたいと思います。またこの点に関してですね、今年はぜひその成果、具体的な目に見える成果も、上げるべく、取り組みを進めていきたいと考えます。また外国、働く人という意味ではその外国人材に関しましても、日本語、習得支援の充実を図りながら、まあ、特に介護分野におきましてはキャリアアップ認証制度あるいは奨学金を創設いたしますので、まあ、これらがですね、しっかりと効果を上げるように、取り組みを進めていきたいと思います。また母国に残されたご家族向けの医療保険、ここもですね、現実の稼働になるように、取り組みを進めていくところ、いきたいと考えております。そして次の課題としましては地域 DX、 地域内発型の DX を進めていきたいと思います。この地域内発型の DX ですが、これは本県の中小企業は大半を占めるという本県の実情を踏まえまして、その中小企業の皆さんが普段使いできる、実情に合わせて普段使いできるサービス、これをですね提供する体制を構築していきたいと思います。すでに学生さんに対するそのワークショップなどを通じた研修も行っているところでありますし、またそういう学生とデジタルスキルを持った学生と、そしてですね商工会の指導員の皆さん、このペアを作って実際にその県内の中小企業に行っていただいて、でそこで そのデジタルの課題というものをですねその経営状況をよくご存知の商工会の指導員さんとですね、その経営状況の分析のもとでこういう部分をデジタル化すればもっと効率上がるよねと、じゃあこれやってみようかっていうことでスキルを持った学生さんがその取り組みをしていくと、こういうことをですねしっかりと行う取り組みを進めてまいりたいと思います。次に、もう今日から始まりましたが物流の2024問題に関しましては、これはぜひ、安価な料金設定あるいは劣悪な労働環境と、こういう問題の根本はその多重下請け構造にも一つあると、国においてもそれに対するその取り組みを進めておりくれ、いくことと承知をしておりますが、私ども、県レベルで、できる限りの対応を取ってまいりたいと思います。例えばさまざま県内でですねその進出企業がありますが、その進出企業さんがですね、に対して、我々でき、願わくばその県内の、運送会社さんを、下請けではなくダイレクトに使っていただくことによって、運賃が上がるような、そんな取り組みをですね、をはじめとして、県が持てるリソースを、最大限活用して、この、低運賃構造、低運賃をもたらすような構造の改革に切り込んでいきたいと考えています。そしてちょっと順序があちこち行って恐縮ですが、県全体としてはですね、次の課題として新たな挑戦の支援、これをですね、重要な旗として掲げてまいりたいと思います。これまでもさまざま本県内で実証実験を行うような場合、これをですね、我々そのテストベッドの聖地にしようということでさまざま支援をしてまいりましたが、これから事業分野あるいは事業ステージ問わず、新たな各経済主体あるいはその各県民の皆さんが新たなチャレンジをしようという場合にはそれをしっかりと応援をしていきたいと思っています。例えばサービス業の分野なんかでいきますと、じゃあ例えばレストラン、今山梨県 その美食でいろいろ売り出していこうという取り組みを進めておりますが、そういう中でですね、三つ星のレストランのオーナーシェフを誘致する、これも一つ のやり方なのかもしれませんが、
それもあの素敵な話ではあるんですけれども、むしろ私たち山梨県としては、じゃあ例えば東京なりで、首都圏なりでですね、まあ、何年間か修行して、ようやくお店を持とうという準備が整ったと、そういう皆さんに、ぜひ山梨県で、お店を持ってくださいと、まあ、物心ともに、支援をします。まあ、こういう方が山梨らしいんじゃないかということで、まあ、我々としてはですね、その新しい挑戦をするんだったら山梨だということで、 あらゆる分野の、新規挑戦を、支援する、そういう、施策を、進めてまいりたいと、考えております。個別分野で申し上げますと、まず、本県の主力、産業であります製造業に関しましては、これまで、医療機器に関しましてはメディカルデバイス構想、コリドー構想を進めてまいりました。まあ、本県の高い、技術力を持った、をですね、遺憾なく生かしていく意味でも、まあ、県全体で、ファウンドリー化を目指していこうと、いうことで取り組みを進めてまいりたいと、思います。まあ、そこはまあ、いわゆるファブレス企業ですね、その設計、デザインをする、まあ、その、まあ、スタートアップあるいはベンチャー企業のような、まあ、そういうところの先進企業の、から、まあ、タッグを組みまして、まあ、その本県全体がですね、一つのファウンドリーとして、まあ、その製造を引き受ける、こういう姿を目指してまいりたいと、思います。また水素燃料電池関連産業に関しましても、おかげさまで、まあ、昨年もですね、大変大きな関心を集めたところですが、まあ、我々として今年取り組むべきは、まさにこの水素燃料電池関連産業の地場産業化を目指していきたいと、思います。まあ、そこに向けてですね、取り組みを進めてまいりたいと思います。同様に、航空宇宙防衛関連産業に関しましても、まあ、同じ医療機器、あるいはその水素燃料電池と同様にです、まあ、部品材料の提供などを中心として、しっかりと本県の製造業の参入支援を行ってまいりたいと思います。まあ、これら3つはですね、まあ、当面安定した成長が見込まれる分野でもありますので、まあ、この安定成長力を県内経済にぜひビルトインするべく、今申し上げた取り組みはしっかりと進めてまいりたいと思います。次に観光に関しましては、観光消費額の、消費総額の増加、ここにですね、重点を置いてまいりたいと、思います。今、まあ、県内、観光か、関係の皆様、さまざまな、高付加価値化の取り組みも、進めて、くださっている、いておりですね、まあ、観光の入り込み客数は、下がっておりますが、単価は上昇しているという、まあ、これはある意味その望ましい方向に動いているかと思っています。ただ問題は、まあ、それがですね、観光消費総額が上がっているのかというところはですね、しっかり調べながら、いきたいと思います。まあ、デジタルの活用ですとか、あるいはその、まあ、インバウンドのお客様にですね、安心して、滞在をしていただけるように、食に関する認証制度の、まあ、ムスリムですとかビーガンの方ですとか、さまざま制約がある方がいらっしゃ、まあ、制約というかですね、ルールがある方がいらっしゃいますので、まあ、そういうルールにじゃ、照らしてこの食材あるいはこのお土産どうなんだというのが分かりやすく伝わるような、まあ、そういう工夫をですね、県内で進めてまいりたいと考えています。また農業に関しましても、生産者の所得向上に引き続き、徹底してこだわってまいりたいと思います。そのため、まあ、県産農産物のブランド価値、これを引き上げるべく、生産流通販売三位一体で高度化を進めてまいりたいと、思います。生産面では、まあ、例えばデータ農業、今大きな成果を上げつつありますが、これをさらなる、技術開発、それから普及を図ってまいりたいと、思います。まあ、今野菜、果物でやってますが、まあ、これから例えば、牡蠣、お花ですとか、あるいはですね、その、水産あるいは畜産に対しましても、応用ができないか、議論をしてまいりたいと思います。流通面に関しまして特筆すべきはですね、食肉、処理施設、これはしっかり整備に対する支援を行ってまいりたいと、思います。販売面は、まあ、プロモーションとか、まあ、やるべきことはしっかりやっていくことはもちろんですが、まあ、特にふるさと納税がですの返礼品が、まあ、昨年、一昨年と大きな問題を起こし、まあ、これがある意味本県の、
この問題がですね、ブランド価値にもですね、大変大きな影響を及ぼしているわけですので、ここは各市町村の皆さんとしっかりとコミュニケーションを取りながら、トータルでですね、その長も、末永く、消費者に愛され続ける山梨の農産物であるように取り組みを進めていきたいと思います。次に、県内全域の高付加価値化についてお話をしたいと思います。リニア中央新幹線、開業は伸びてしまいましたが、そこに向けて今やるべきことは徹底して、進めていきたいと思っています。広域の道路ネットワーク、あるいは地域内ネットワークの整備、さらには空港開設の可能性についても引き続き検討を進めてまいりたいと思います。合わせまして、富士五湖自然首都圏構想ですが、これ今月内に一つまた大きなグローバルビレッジの中というコンソーシアムの中で一つ具体的な取り組みが行われるところでありますが、着々と活動、しっかりと活動がされて、着々と成果も上がり出しておりますので、これ引き続き力を入れて取り組みを進めてまいりたいと思います。私たちの取り組みは富士五湖だけではありません。県内各地バランスを取りながらですね、それぞれの特色を最大限引き出す形で進めてまいりたいと思います。その観点で小淵沢に関しましては、ここ、北斗市、あるいは民間企業などとともに、振興検討委員会、立ち上げて、どういう形でやればより付加価値の高い、地域になれるか、そこに向けてですね、協力関係が構築をされているところでありますので、しっかり議論をして実行フェーズに移していきたいと思います。京南についても同様でございます。今、道の駅富士川を本県のですね、あるいはこの京南地域の、そこに行けばその京南地域のその、なんていうんですかね、その、素晴らしいものがこう見えて、そして体験できる、ある意味そのショーウィンドウとなるようなフラッグシップ道の駅に、することはできないだろうか。これも地元の皆さんと、あとですね、ビームスさんと、連携をしながらです、取り組みを進めていきたいと思います。ここでしっかりですね、今後そのコストコが開業いたしますと、静岡方面からですね、多くの皆さんその中部横断道を使って、本県にいらっしゃるわけですが、コストコの往復だけで、終わらせてしまうのではなくてですね、ここでしっかりと、山梨県、特に京南地域の、良さというかですね、これを体感していただいて、そこからですね、その地域に、足を運んでいただけるような、取り組みを、していきたいと、なるような、そういう取り組みをしていきたいと思います。甲府地域に関しましては武田の森、大変素晴らしい場所ですので、この下の湯村温泉の再開発と合わせて、さらには昇仙峡、こういう近隣観光資源との相乗効果を図るべくです、にはどうすればいいのか、ここもしっかりと議論をして合わせて進めていきたいと思います。経済関係取り組み、主なものは今申し上げたとおりでありますが、次に生活基盤の話といたしましては、まず医療に関しましては、来月いよいよその初期救急医療センターのスタートがありますので、これは円滑にスタートして、初期救急がですね、持続可能なものになるように取り組みを進めていきたいと思います。認知症につきましては、その予防についてですね、東大の坂谷さんと今連携しながら実証実験をやろうということで取り組みを進めてますが、これ目に見える形にしていきたいと思ってます。それから電子版かかりつけ連携手帳、これはコロナ禍を通じましてさまざま活用してまいりましたが、この点に関しましてもしっかりと今後におけるデータ医療の基盤となるように進めてまいりたいと思いますし、また重度心身障害者の窓口無料化の、実質無料化のためのツールとしても使っておりますので、これをさらに拡大普及を図ってまいりたいと思います。介護につきましては、令和8年度までに介護待機者をゼロにするという取り組みを進めています。着実に進めてまいりたいと思います。合わせて人材の確保につきましては、先ほど外国人のところでも申し上げましたように、諸々の工夫が必要となってまいりますので、ここも現場の皆さんと相談しながら進めていきたいと思います。
障害者福祉に関しましては、本県内大変その特にですね、東部地域において、大変申し訳ないことに劣悪な状況のままでありましたが、ここを今年しっかりと解消の目処をつけたいと、つけるべく取り組みを進めていきたいと思います。鶴で、医療的ケア自社に関するその相談センターのサテライトが鶴市立病院で受けていただくことになりましたが、このほかですね、その受け入れ施設が全く不足というか不存在なわけでありますので、ここも事業者の皆さんをですのをしっかりバックアップをして建設の目処をつけていきたいと思っています。このほかですね、障害をお持ちの方の就労支援あるいは所得向上も同様に取り組んでまいりたいと思います。本県は農福連携に加えまして三福連携にも力を入れておりますが、この観点で、合わせてこの共同受注協議会、を設立する、をして、大口受注に対応できる体制を、整えていきたいと思います。これは大変重要な、ポイントで、今までこれがないがゆえにですね、なかなかそのしっかりとした受注を得ることができなかった。ここで、この大口協議会の中で、いろんな方がいろんな施設で共同してですね、その生産力を持ち寄ることで、より大きな受注を得て、そしてより、より多くの工賃が支払獲得できるような取り組みを進めてまいりたいと思います。合わせて個々人に対しましては、キャリアアップユニバーシティの枠組みもしっかりと対応できるように取り組みを進めてまいりたいと思います。なおこの観点でいきますと、パラスポーツセンターの開設準備はしっかりと着実に進めてまいりたいと思います。合わせまして、国民スポーツ大会と全国障害者スポーツ大会、このシームレスな一体開催、ここの可能性をですね、しっかり関係箇所とご相談を申し上げながらです、実現に向けた歩みを進めていきたいと思います。子どもの教育に関しましては、ご案内のとおり本日から小学校4年1年生から4年生までの25人学級が、スタートをしております。5年生6年生以降どうするか、今年度中にですね、しっかりと結論を得て、いきたいと思います。大きな課題は2つありまして、1つは財源の問題、もう1つはその人員確保の問題ですが、我々としてはですね、この課題を解決、いかに解決すべきか、ここの結論を今年度中にぜひしっかりと得ていきたいと思います。合わせて人数だけではなくて、教える側主体の教育から学ぶ側主体の教育、ここにですね、転換を図っていきたいと思っています。こうすることでです、さまざま、なんですかね、その必ずしもこう決められたペースでですね、学ぶことがこう適切でない、生徒さん、もいるわけですので、そういう生徒さんにもしっかりとですね、学ぶことの楽しさ、あるいはその学びがい、こういうものを体感して、いただけるように、そういう教育が山梨で実行できるようにしていきたい、そうすることで、全ての子どもの可能性をですね、しっかりと引き出してまいりたいと、思います。最後にですね、当面の課題といたしまして、先年来大変大きな議論となりました、県有地問題に関しましては、今現在、弁護士を通じまして、陳述人側と、協議を、進めておりますので、ここしっかり、協議を進めです、お互いその納得できる、結論というものを導いて、いくことを、期待をしております。そして最後、富士山問題に関しましては、登山規制が円滑に実施されるようにです、デジタルの活用ですとか、工夫をしながら取り組みを進めてまいりたいと思います。今年初めての、取り組みですので、多少の混乱はあるのかもしれませんけれども、ただできる限りその混乱が軽微なものとなるように、ベストを尽くしてまいりたいと、思います。登山鉄道構想、その一環でありますが、一環というかその並びでありますが、登山鉄道構想に関しましても、さらに議論を深めていきたいと思います。いろいろその
まあ、課題とかです、まあ、賛成論、反対論含め、さまざま課題、論点、まあ、こういうものがですね、だんだんこう提示されてきて、おりますので、まあ、そういうものをしっかりと、受け止めて、できる限りその先ほど集合地の話もいたしましたが、となりうるように、取り組みを進め、適切な時期にですね、しっかりと判断できるように、取り組みを、対応を進めていきたいと思っています。以上、大変駆け足になりましたが、主だった、今年度の、政策課題のテーマについて、お話をさせていただきました。私からは以上であります。ただいまの発表事項についてご質問をお受けいたします。質問がある記者の方は挙手の上、初めに所属氏名を名乗ってから質問をお願いいたします。いかがでしょうか。山梨新人チームの前島です。2点お伺いいたします。2点目、ごめんなさい、25人学級、はい、先ほど財源と人員の確保という話がありました。特に人員の確保に関しては教育現場が非常に疲弊していて、なかなか非常に難しい。かといって人を、単純に増やせばいいというのがそのとおり、これが人員の確保の供給とですね、質がトレードオフになってはならないと思うんですけれども、これを具体的にどのように対策を進められるのかということをお伺いします。じゃあまずそこで大変重要な問題で、まさにですね、今おっしゃった通りの課題というのは大変重要、我々もまさに頭を悩ませているところであります。そういう意味では、例えばですね、今日も少し関係者とお話をしたんですけれども、一つアクティブクラスというその1クラスの人数は25人を超えるんですけれども、そこに先生を2人置いて、やるというやり方があります。そういう中で、じゃあ例えばその1人は新任の先生がやって、もう1人なんていうの、例えばその、定年で退職されたような方をこう再度、お願いをして、その先生がですね、その新任の先生の相談、メンターとなりながら、子どもたちに2人で向き合うと、こんなような工夫もあるんじゃないだろうかと。それがどれぐらいこう実際のこう数字でできるかどうかはまだこれいろんな検証がありますが、そんな工夫も含めてですね、今教育委員会にはですね、研究を投げかけているところであります。では続いてもう1点、一番最初にあった富士山の火山防災に関連したんですけれども、はいはい、特に先ほど知事がおっしゃったように、火山学あるいは地学を学ばれる方が非常に少なくなっていて、人員の確保が非常に、困難であると。で、一人にそれは、出口がですね、なかなか、火山学を学んでも、あるいは地学を学んでも、就職では有利に働かないというところがあって、大学の中でもそういった人員確保が非常に困難であるというのが話をこうします。その中でビジネス化に関して今お話がありましたけれども、はい、それについて具体的なお考えのことがあればお伺いしたいと思います。はい、今私ども その富士山県はですね、まさにそのがもうすでにいろいろやってるんですけれども、例えばその、外部に対してその火山防災のあり方 そのコンサルテーションみたいなこともされていたりとか、あるいはそのいろいろ研修教材を作っていたりとか、さまざま実際 そのビジネス界からの需要もどうもお話を伺うとですね、かなりありそうなんです。こういうそのものをですね、発掘をしながら、じゃ例えばその富士山県あるいは そこにいるその研究者のこう監修のもとに、民間企業体と一緒にですね、そういうビジネス化を図ることができれば、そこに新しい就職口が生まれるんじゃないかと。まさに今おっしゃるように、火山を学んでもその働く場所が乏しいというのは、その学ぶ人にとっては大変やっぱりその不安なことであって、でしたがってその火山じゃなくてやっぱり地震に行こうかとかいう話になってしまうわけですので、多くの その火山を志した人たちが、いろんな道があるねと。でそれが全てこう火山防災という形でこう人の移動ができれば、より働く場所として、学ぶ対象としてもですね、
魅力的に映ってくるのかなと思いますので、結論から申し上げると、その富士山県これまで蓄積されたさまざまなものをやっぱりビジネスの光を当てて、そこがそのビジネス化になることによって結果としてその火山を学ぶ人の働く場所が増えるように、こんな仕組み作りをですね、していきたいと考えています。他にいかがでしょうか。NHK さん、よろしくお願いいたします。今の質問と前後してしまうんですけれども、まさに本日火山調査研究推進本部が設置されたことと、あと富士山科研科学研究所の藤井所長が政策委員会の委員長に就任されました。藤井 所長が政策委員会の委員長に政策立案のトップとして就任されました。この特措法の改正に取り組んできた立場としての所感を改めてお願いします。はい、まさにですね、その火山防災に対して、国の、より大きなコミットメントをですね、これまで一貫して山梨県、そして、本県は、志を同じくする、都道県とともにですね、追い求めてきたわけでありまして、そういう関係者の願いがですね、かなって、今回その火山の調査研究所ができたということは、大変、喜ばしい話で、これによってですね、先ほどのお話にも関連いたしますが、より多くの、方々が、火山を、火山の研究をですね、深めていただいて、高度なその火山防災学、火山学が、の高度化がですね、図れれば、日本において、実現できればです。本県の安心度というものをですね、大きく向上するんじゃないかなと思います。またその中でですね、その本県の富士山県の藤井先生が重要な役割を占められるようになったということは、当然といえば当然、藤井先生の経歴からご経歴からすれば当然といえば当然なんですけれども、私どもにとっては大変誇らしい話ですし、これはある意味その国がですね、その藤井先生を通じて、本県の富士山県あるいは山梨県との、連携をさらにこう深めるその、一つの気持ちの表れかなとも思いますので、その気持ちをしっかり受け止めてですね、なお一層その、我々としては、富士山の火山防災はもとよりですね、日本全体 その火山防災の進展にしっかりと貢献をしていきたいと思います。他にいかがでしょうか。それでは発表事項以外の一般事項の質問をお受けいたします。いかがでしょうか。山田正宗さん。 MBS 山田正宗の問いです。リニア中央新幹線について伺います。先ほど知事の話にもありましたけれども、2027年の開業の、何年という考えが示されました。改めてそちらも要因として南アルプストンネルの静岡工区のことが挙げられていますけれども、改めて山梨県としてですね、静岡県に求めていくこと、そして県ができることを知事の考えを伺いますか。はい。まずですね、その2027年が、後ろ倒しになる。これは予想されていたこととはいえですね、大変残念な話であって、私たちとしては一日も早いですね、その全線開通をさらに強力に求めていきたいと思っています。その観点で今ご質問の、じゃあ静岡県に対して本県としてどう向き合うべきかという話ですが、私たちとしてはですね、これ繰り返し申し上げておりますが、静岡県におかれましてはですね、ぜひその今その国と、すみません、 JR と、それ国との間で、静岡県が3社で議論しているわけですが、その議論の状況をですね、山梨県も含む規制同盟会の中でしっかりと説明をしていただきたいと、思います。何をどう議論しているのか、そこをですね、私たちはこのまさにこう、沿線、全都道府県の目で見て、どうあるべきか、そこでその、しっかりと向き合うべき問題に対しては、我々もしっかり知恵を出し、そうでない問題についてはそうでないんじゃないでしょうかということをはっきり申し上げたいと、思っています。また他方国に対しましても、
まあ、そろそろその、なんていうんですかね、その JR 静岡、まあ、もちろん多少の関与はしておりますが、そろそろさまざまなですね、その政治決断をしていただく時は来てるんじゃないだろうかと、思います。やはり国の責任において、仮にその、リニア中央新幹線の工事がですね、静岡県の皆さんに何がしかこう不利益を及ぼしご迷惑をかけるようであればですね、これ国家戦略、国家的事業と言ってるんであれば、国がしっかりとですね、その、まあ、実行実現を前提とした上で、その静岡県にかけたご迷惑を国がしっかりとですね、その、補填をしていくような、まあ、そういうですね、あの、なんですかね、その新たな制度というものもですね、議論を私はすべきだと思います。まあ、そんなことをですね、あの機会があれば国に対して、話をしていきたいと思います。よろしいでしょうか。他にいかがでしょうか。テレビ山梨さん。すみません、テレビ山梨の生川と申します。すみません、ちょっと何点かお伺いしたいんですが、またあの先週の金曜日にですね、あの公表されました、あの、まあ、政治資金収支報告書の関係で、まあ、あのずれがあったという点について、あの事務所の公表されましたが、その点についてのまず知事としての受け止めをお伺いできればと思います。まずすいません、まあ、本件に関しましてはですね、その、記者の皆様に大変なご迷惑、おかけしたことを、まあ、不手際を、改めてお詫びを申し上げたいと思います。まあ、これはですね、その、まあ、あの総点検の最中、まあ、私どもも、まあ、この問題、を見出して、まあ、それを、まあ、訂正を図ったところでありますが、まあ、こういう、まあ、極めて初歩的な、事務的なミスがないようにですね、まあ、今後しっかりと、なんですかね、あの体制も整備しながらです、取り組みを進めていきたいと思います。すみません、続いてちょっと、何点か疑問点があるのでお伺いさせていただきたいんですが、まず1点目として、今の総点検のお話もありましたけれども、あの1月25日 の、 あの定例会見の中でですね、知事自身過去の分に関してはもう問題がないというふうな趣旨の発言をされていますが、あのなぜ今回また発覚したのか、またいつこれは発覚したのかというのを確認させていただきたいと思います。あの総点検の結果ですね、まあ、総点検は引き続き、ずっと行っているわけでありますので、まあ、そのプロセスの中で、見出したということであります。発覚した時期はいつ頃になるのか。まあ、時期はあの、総点検の最中ということだと思います。現金で管理している部分もありますので、まあ、そういう成果、そういうことだと思います。当日ですね、あの私どもちょっと取材させていただいた時に、事務所の方からですね、あの、まあ、この内容については事前に私は質問票でちょっと質問させていただいたんですが、その答えとして、金庫の中に、いつでも、まあ、いわゆる、必要な時に借りることができるお金があったというふうな趣旨の説明を受けたんですが、それは事実でしょうか。それは事実だと思います。であるならば、そのフォーラムと、ふるさと創生支部、コータルクラブは全て、住所が一緒なんですけど、住所が一緒で、コータルクラブの代表者は、はい、ごめんなさい、ちょっともうちょっとはっきり、はっきり聞き取りにくいので、はっきり喋っていただくとありがたいんですけど、フォーラム、ふるさと創生支部、コータルクラブは全て同じ事務所、住所なんですけれども、金庫、現金で管理する際の金庫っていうのは割れていたんでしょうか。まあ、そこはあの帳簿上で管理をしておりますので、特に問題はないと思います。あの先ほど貸していたという時に貸し付ける現金があったということですが、この現金は、この3つの団体の金庫と同じ金庫に保管されているんでしょうか。まあ、いずれにしてもあの、金庫で保管をしていたということだと思います。そのいつでも貸し付けられるお金というのは全部でいくらあるんでしょうか。今承知をしておりません。で以前そのフォーラムが記載だった1182万円
に関しても金庫で保管されていたというふうに、おっしゃっていましたが、この1182万円が保管されていた金庫といつでも貸せるために用意された税金が、保管された金庫は同じ金庫でしょうか。あの複数の金庫を持ってます、物理的にフォーダムで記載だった1182万円について、あの知事は、まあ、帳簿で管理をしていたということをおっしゃっていますが、まあ、帳簿で管理するということは、まあ、その辺、当然出し入れがあるために金庫、帳簿というものが付けられると思うんですが、そのフォーダムが記載だった1182万円の現金が保管された金庫には他にどういったお金が隠されていたんでしょうか。そこは申し上げる必要があると思って考えませんが、最後にこういった何かあったら使える資金というものがあったら、そこに、まあ、そういった資金があれば収支報告書のズレがあってもいくらでも調整ができてしまうのではないかなというふうに思うんですが、その点についてはいかがでしょうか。私はそうは考えていません。わかりました、ありがとうございます。他にいかがでしょうか。よろしいでしょうか。はい、それでは以上をもちまして定例知事記者会見を終了いたします。ご協力ありがとうございました、はい、ありがとうございました。お願いします。